特撮、ドラマ、役者さん、好きなものを語るラジオチャンネル、ゆうちゃまの独り言。ドラマ好きが語る連続ドラマの魅力。どうもゆうちゃまです。ドラマって連続してて、まあこう時間が長かったり見るのが大変っていう思う気持ちもわかるんです。なんですけど、あの次の展開どうなるのっていうワクワク感がたまらないですよね。一気見とかだともちろんこうね、あのパパパって見ていくと思うんですけど、毎週ごととか毎日やってる朝ドラとかね、そういうものであれば、なんかその待ってる時間も楽しめるというか、1話で終わらないからこその良さがありますね。あとは1話で描けない十何話かけて描くストーリー、こう感動ドラマでも面白くて笑えるドラマでも、なんかその作り込まれた時間、映像を見てるからこそいいのかなって思います。いろいろ見ててね思うんですよ。キャスト陣、スタッフ陣、その制作者の人たちが努力がね随所に映像で感じ取られて、それがねこう作り手だったり表現者、一クリエイターとしてのゆうちゃまとしてはね、こう胸打つところがあるんですよね。作り物見るの好きだなってめっちゃ思います。こうノンフィクションだったら怖くて見れないと思うんですけど、フィクションだからの良さ、フィクションの中でリアリティを求めてるからっていうのもあって、そういう良さが、作り込まれた物語の良さがあるのかなって思います。そんな感覚で楽しんでます。ちょっとあまりにも複雑に語ってしまったと思うんですけど、皆さんもね、いろんなアニメとか映画とか舞台とか、いろいろねエンタメっていうのはたくさんありますけど、ドラマもね魅力的なんで、よかったらぜひね、機会があれば見てほしい。ドラマの良さを伝えたいゆうちゃま、この辺で終わりたいと思います。ゆうちゃまでした。ドラマはいいと、これからもいろんな人に見てほしいと切に願っております。ゆうちゃまの独り言を最後まで聞いていただき本当にありがとうございます。よかったら他の動画もぜひぜひ覗いていってくださいね。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それではまたね。ゆうちゃまでした。